はい、こちらがですね、今回まさにもう出来たてホヤホヤなんですけれども、 4K2K 今話題の 4K2K を、モバイルサイズで作ったというものです。で、12.1 型ですね。ちょうど、タブレットの少し大きめ、あるいはノート PC 向け等々のやっぱりサイズに仕上げてあります。で、今回のポイントは一つはやっぱりそのこれだけ、画素数の大きいものをですね、一つのパネルとして組み上げるというところが非常に難しくなります。で、今回のためにドライバーの IC も専用に起こしました。で、やはりその画面がどうしても大きくなって、なおかつ高精細なので、その中で均一に絵を作るというのがかなり難しいところになります。で、その辺もそのカラーフィルターがその合わせ等々ですね、精度がかなり要求されます。その部分を生産技術でクリアして、今回開発品として皆様にお見せすることができるようになりました。でも、やはり大きいから、画面が大きいから厚くしていいっていうものではありませんので、バックライトも同じように薄くして 1.96mm で、これも従来で考えるともう考えられないような薄さなんですけれども、すごく薄いものにしています。それからあと横のその額縁ですね、額縁も 2mm です。で、これもこの12インチというの中ではもう本当に薄細いタイプになります。で、単にその 4K2K を作ったよということではなくて、やはりその我々としては量産に近い形のものができますよということがやっぱ大事ですので、そういう技術を積み重ねて、非常にやっぱりこれがもう商品にすぐにできそうな感じというものの技術をここに集めてきているという形です。はい、今この 4K2K のパネルは 60Hz でリフレッシュしています。で、将来的にはやっぱり 120Hz にしたいよという声もありますので、そこのところはまだ今すぐにというのはできませんけれども、今後の開発課題ということで開発は進めていきたいなと考えています。はい、こちらはまず本当に作ったばっかりなので、いろいろ技術的な検証がまだまだ必要になります。ですので、今すぐにこれを商品化ということはなかなか難しいです。やはりまた来年の後半、再来年以降という形で、まあ、お客様とお話をしながら進めていきたいなと思います。特に 4K2K の場合にはコンテンツですね、どういうものを流しますかということで、まあ、テレビの場合には普通に自然画でいいんでしょうけれども、当然やっぱりノート PC やタブレットになりますと、そういうアプリケーションが必要になりますから、その開発環境を含めてやっぱりお客様とよく話をしながら、まあ、どういうアプリケーションにしましょうかということで、仕様もこれから詰めていきたいなというふうに考えています。